皆さんこんにちは。デック専任講師の岩田です。それではこれから FP 初級ガイダンス、 FP になろう、 FP で広がる将来性ということで、お時間をいただきましてお話をさせていただきます。よろしくお願いいたします。で、今日はこれから、FP っていう、資格、そして FP の仕事とはどういうものなのか、そして FP の試験制度はどうなっているか、そして FP では、どういうことを勉強していくのかということをお話をしていきたいと思います。はい、それではお手元の FP 初級ガイダンスと書いてあります、レジュメをご準備ください。なぜ FP になる人が増えたのかとありますけれども、FP は今非常な、人気の資格となっております。もう FP を、学習して受験をするという方が、どんどん増えている、そういう状況です。で、これはどうしてかと言いますと、FP というのは、お金に関して幅広く勉強していく資格である。で、私たちを取り巻く経済的な状況というのは、今非常に、よろしくない。この中で、収入が増えたですとか収入が減ったですとか、そういういろいろな方がいらっしゃるわけですね。で、そういった中で、将来にわたって、自分の経済的な生活を、きちんと考えて、守っていく計画を立てて、生活をしていかなくてはいけない、そのように考える方が、増えている、ということだと思います。で、レジュメの1ページにも、いろいろ、将来の、人口が減少していく、少子高齢化というのは非常に問題になっておりますし、それから一方で、現在は、貯蓄から投資へといった、例えばNISAですとかiDeCoですとか、自分でこう投資をするそういう機会も増えている。で、そういった中でやはりお金の知識ですね、さまざま幅広い知識を持っていないと、自分の生活を守っていけない、こういったことから、FP になる、という方が増えているということだと思います。ぜひ皆さんも、FP を通じてですね、いろいろなお金の幅広い知識を身につけていただきたいと思います。で、レジュメの2ページを開いていただけますでしょうか。レジュメの2ページのまず下の方に、ライフプランと FP とありますけれども、じゃあ FP とは、どういった、仕事をするそういう資格なんだろうかということをお話をしていきたいと思います。はい、それではこちらに移していきますけれども、FP というのはライフプランに対してアドバイスをしていく、これが、FP の仕事なんです。ライフプランというのは、これ、日本語に訳しますと、生涯生活設計、こうちょっと固めの、日本語で言うことが多いです。自分の将来にわたって、きちんと経済的な生活ですね、それを、設計して考えていこう、プランを立てていこう、それが、ライフプランです。言い換えれば、その方によって、将来の夢や希望、こういう生活を送りたい、または、このような仕事をしたい、こういう夢を実現したいという、夢や希望があると思います。それをきちんと計画立てて、実現していこう、それをお手伝いさせていただく、それが FP なんですね。FP、これファイナンシャル、プランニングですとかファイナンシャルプランナー、この2つの意味合いがありますけれども、ファイナンシャル、財政的なといった意味ですので、ファイナンシャルプランニングといいますと財政的な計画を立てる、またファイナンシャルプランナーといいますとその計画を立てる人、こういった意味合いになります。で、一方ですね、ここに、ライフデザインとありますけれども、人が幸せな生活をする、そのために何が必要か、生きがいですとか健康ですとか、それからお金と書いてありますけれども、生きがい、これはその方によって違いますね。
親しい人がいるとか、それから、まあ、ライフワークがあるですとか、仕事が生きがいという方もいらっしゃると思います。健康、これは健康である方が望ましい。また、お金、現代社会では、お金、経済的なものが、しっかりしていないと幸せな生活ということは言えないと思います。まあ、少なくともこの3つがあれば、幸せな生活であると。その中で、FP というのはお金、経済的な側面に対して、ファイナンシャルプランニング、さまざまなアドバイスをしていくということになります。で、一方で、まあ、ライフイベントってありますけれども、まあ、その方にその方によってライフデザイン、生きがいですとか、これはいろいろ価値観があります。で、その一方で、まあ、人が誕生から、まあ、ずっと成長していく、その中で、例えば成長していって、学校を卒業する、それから社会に出て自立をして成熟をしていく、そして、老後を迎えて、まあ、相続と、まあ、成長の過程で学校に行く、その学費はどうしようですとか、または、自分が結婚して子供がいればその子供の学費はどうしようですとか、そして、まあ、自分で、まあ、お給料をもらう、自分で経済的な、独立をする、それをどうやってお金を貯めてい、こう、またはマイホームを購入したい、結婚費用はどうしよう、そして、老後の資金生活はどうしよう、こういうような節目節目で、お金というのはやはり、重要になってくるわけです。こういったライフデザイン、そしてライフイベント、これを踏まえまして、その方の、まあ、将来にわたって、安定した、経済的な生活を送れるように、そのアドバイスをしていく、これが FP の、仕事なんですね。で、FP が注目されているというのは、まず、まあ、レジュメの2ページの一番上ですけれども、生活者のニーズの高まりが挙げられます。これは私たち、もう個人個人がきちんと自分のお金についてさまざまな知識を持っていかないといけない、このように考える方が増えたということでもあります。で、それに対して、まあ、ビジネスチャンスとしてのニーズ、とありますけれども、まあ、例えば金融機関、それから保険会社、または不動産関係の仕事、こういった、まあ、業務の中では、個人の方に対して、さまざまなお金のアドバイスをする、または、金融商品をさまざま、おすすめするということがあります。その時にやはり、幅広くお金について、知っていないと、お客様に対して、きちんとしたアドバイスをすることができない、または、生活者の方が、そういった、まあ、金融機関ですとか保険会社にさまざまな相談をする、それに対して、まあ、ビジネスチャンスのニーズというのもあるわけです。また相談をするというのは独立系 FP と言われる、ファイナンシャルプランナーに相談をする、そういう方も、もうどんどん増えていきます。ですから、まあ、FP の資格を、取得する、それによって、まあ、今こう仕事で FP 関係の仕事をしている、金融機関ですとか保険会社、それから不動産関係の企業なんかも含めまして FP の資格というのは必須になっております。また、独立して FP の仕事をしていく、顧客に対してさまざまアドバイスをする、そういったニーズも非常に高まっている、これが、現在の状況です。はい、それではレジュメの3ページを開いていただけますでしょうか。FP になるにはということで、ここでは FP の資格制度の概要を説明していきます。まず一番上の FP 資格の種類とあります。ここに FP 資格、これが表にまとめられています。こちらを見ていきましょう。はい、
で、まあ、FP の資格というのは、少し、その資格の体系が複雑になっております。で、一番上の段ですけれども、まあ、AFP、CFP、この2つが民間の FP 資格です。AFP 資格が民間の、まあ、普通資格、そして AFP を取得した方が、CFP を受験することができる、CFP が民間の資格の中では、最高峰の資格ということになりますし、また CFP は、まあ、世界的にですね、強調して FP 資格を行っている、国際ライセンスでもあります。で、この民間の AFP、CFP 資格は、NPO 法人日本 FP 協会、日本ファイナンシャルプランナーズ協会が、実施しております。で、この中で、まあ、AFP 資格ですけれども、受験要件ですけれども、まあ、認定研修の終了と書いてあります。この、AFP になるには認定研修、これは、まあ、レックの講座ですけれども、認定研修を修了することが必要なんだというのはぜひ押さえてください。で、右側の1級 FP 技能士、そして2級3級 FP 技能士、こちらが国家資格としての FP 技能士、です。厚生労働省管轄の資格ですけれども、まあ、試験は2つの団体、日本 FP 協会、それともう一つ、金融財政事情研究会、この2つの団体が実施しております。で、3級 FP 技能士が、国家資格の FP 技能士の初級資格、そして2級 FP 技能士が普通資格、そして1級 FP 技能士が、国家資格の最高峰の資格ということになります。で、まあ、3級 FP 技能士、これは初級資格ですので、受験要件は特にありません。まあ、誰でも受験することができます。そして、3級を合格した方、まあ、2級 FP 技能検定受験することができるわけですけれども、2級 FP は、3級合格以外に、2年以上の関連する実務経験があるですとか、それともう一つ、認定研修を修了している、認定研修を修了することによって、それが2級 FP 技能検定の受験要件になって、試験を受けることができます。そして、まあ、2級を合格した方などが、まあ、1級 FP 技能士を受験する、このような形になっております。で、この民間資格と国家資格の関係はどうなっているのかということですけれども、民間資格の普通資格、これが AFP ですね、国家資格の方では2級 FP 技能士、これが普通資格、です。で、この2つは、まあ、レベルが同じといいますか、まあ、試験は、2級 FP 技能検定を受験します。AFP 試験というのはないんですね。2級 FP 技能検定を合格して、そして認定研修を修了している方、この2つの要件、が揃うことで AFP に登録をすることができる、つまり AFP というのは、まあ、登録をする、2級 FP 技能士、そして、認定研修を修了している方が登録をする、これは日本 FP 協会に入会をするということになります。それによって AFP 資格を取得すると CFP を受験することができる、このような仕組みになっております。ですから、まあ、認定研修、これレックの FP に合格するための講座ですけれども、これを修了することによって2級 FP 技能検定の受験要件にもなりますし、 AFP に登録をするその際の要件にもなる、これが認定研修なんです。で、このほか、民間の資格と国家資格の違い、で言いますと、まあ、民間の AFP、CFP 資格は2年ごとの更新制になっております。2年ごとに AFP ですと15単位、CFP ですと30単位取得することで資格を更新することができます。この単位というのはFP に関する、勉強をする、または何らかの活動をする、
だいたい1時間1単位目安ですね。ですから AFP でしたらば、2年間で15時間、何らかの活動なり勉強なりをすることによって資格を更新していくことができる更新制になっています。まあ資格の更新というのは、ちょっと手間がかかるなと思われるかもしれません。ただ、FP というのは、もう次々と新しい、情報を追い求めていく、そういう資格です。資格を更新することによって、新しい情報を、キャッチアップしている、そういう FP だということで、顧客に対する、まあ、信頼性を、増すということになるわけですね。で、一方国家資格の方は、受験をして合格をすれば、3級 FP 技能士ですとか2級 FP 技能士ですとか、これは一生ものの資格になります。国家資格の方は更新は不要、このようになっています。はい。で、その下の FP 資格取得の流れですけれども、まあ、FP に関する実務経験が、ないという方、まあ、AFP の認定研修を、受講して修了することによって2級 FP 技能検定を受験することができます。また、3級 FP 技能検定を受験して合格をした方、この方も2級 FP 技能検定を受験することができます。そして2年以上の実務経験がある方、この方も2級 FP 技能検定を受験することができる。この、まあ、3つの受験要件が2級 FP 技能検定の要件になります。で、2級合格後ですけれども、まあ、認定研修も終了しているという方は、まあ、登録することによって AFP 認定者となれる。で、まだ認定研修終了していないという方は2級合格後、認定研修を修了することによって AFP に登録をすることができる。そして、まあ、AFP から CFP を受験して、まあ、合格をすればですね、1級 FP 技能検定の学科試験が免除になります。そして1級 FP 技能検定の実技試験だけを受験することで合格をすれば1級 FP 技能士になれる。こうやって、まあ、最高峰の CFP、それから1級 FP 技能士、まあ、ダブルライセンスというような形になるわけです。はい。で、それぞれの試験の、まあ、レベルですけれども、3級 FP 技能士、これは初級レベルですね。ですから、幅広くお金について学習はしますけれども、日常生活で必要な知識が身につく、こういったレベルになっています。そして2級 FP 技能士、そして AFP、中級、レベルですので、例えば仕事で FP 資格を使うといった方は、2級 FP 技能士または AFP までの取得をお勧めしております。また、この2級 AFP まで取得をすることによって、自分のライフプランをより正確に、立てることができる。また親しい人にアドバイスをすることができる。これが、まあ、中級レベルの、2級、そして AFP 資格です。そして、CFP、1級 FP 技能士、これは、まあ、どちらも民間国家資格の、最高峰の、つまり上級レベルの FP 資格です。ですから、もう仕事でもうバリバリに FP の、資格を使うという方、または独立して FP の仕事をしたいといった方は、この上級レベルの、CFP、1級 FP までの取得をお勧めします。はい。このような FP 資格の、まあ、制度、となっております。それではレジュメの4ページを開いていただけますでしょうか。FP で、どういったことを学習していくのかということをお話をしたいと思います。まあ、FP では幅広くお金について学習をしていく、お金に関するあらゆる知識を学習すると言っても過言ではありません。で、まあ、かなり幅広い、そういった知識ですので、このレジュメの4ページにあります、金融資産運用、不動産、ライフプランニングと資金計画、
リスク管理、タックスプランニング、相続事業承継、この、6つの科目に分けてそれぞれ学習をしていきます。この中で、右上のライフプランニングと資金計画、これが一番 FP っぽい科目です。ライフプランニングを立てる、そのための手法を学習していきます。顧客の方にアドバイスをするというのは、その方のお金に関するさまざまな情報をいろいろお聞きするわけですね。収入はどのくらいですかですとか、支出は、年間でどのくらいの金額を使っていますか、または貯金はどのくらいありますかといったことを、聞いていくわけです。で、それを分析して、例えばマイホームを購入したい、今の時点で、住宅ローンを組んでマイホームを購入できるかもしれない、でも、住宅ローンを将来返済していくわけですね。また、お子さんがいればその子どもの教育費も必要になってくる。で、自分の老後資金も考えなくてはいけない。その中で、住宅ローンの返済をしていくと家計が20年後30年後赤字になってしまう、こういった分析をしていきます。家計が赤字になるということは、それでは生活が成り立っていかないということですので、今の時点で、マイホームの取得プランを、少し、変更したりですとか、そういったアドバイスをしていく、その手法を学習していきます。そしてライフプランニングと資金計画の科目ではさまざまな、社会保険制度についても学習をしていきます。健康保険ですとか雇用保険、それから、公的な年金制度などです。健康保険、これは、保険証を、医療機関に提示をして、そして、治療を受ける。医療費の自己負担、一般的には3割の自己負担ですね。でこういった、保険証を持っている、でそれ以外に健康保険というのは、実はさまざまな給付があるんですね。社会保険制度というのは、個人の方が困った状況に置かれた時、さまざまな給付を行う、最低限の生活を守っていくということ、ですので、ただその、制度仕組みを知らないと、自分から申請をしないと受けられない給付というのが多いです。また公的年金制度についても、年を取って、老齢年金を受け取る、それだけではなく、例えば障害の状態になった、または一家の経済的な大黒柱が、死亡してしまった、そのような時に障害給付や遺族給付を受け取る、こういったさまざまな給付があります。こういった社会保険制度についても学習をしていきます。こうやって、ライフプランニングと資金計画の科目で、将来にわたって計画を立てていくわけですけれども、その計画が、思った通りに進まないということもあるわけですね。万が一のことが起こる、その万が一に備えて、手立てを打っておく、これがリスク管理の科目です。このリスク管理の科目では、例えば生命保険ですとか損害保険、それから医療保険、こういった、保険について学習をしていきます。で、3級では、保険制度の仕組みですとか代表的な保険の種類などを学習していきます。2級まで学習をしていただくと、自分にぴったりの保険はどの保険だろうということが、よりよく分かるようになっていく。で、左上の金融資産運用、これはまさに金融、ですので、自分の、資産、それをどうやって貯めて運用していく、さまざまな金融商品についても学習をしていきます。例えば銀行の預金、貯金、これは、元本が保証されている、安全確実な商品ですけれども、それ以外に例えば株式ですとか投資信託で運用をしていく。その際に、じゃあ株式にはどういったリスクがあるのか、そしてどのような仕組みで投資をしていくのかということを知らないと、利益を上げることができない。
このように金融資産運用では、さまざまな金融商品のリターンやリスク、そしてその時の、まあ経済的な状況によっても、どの金融商品で運用すればいいのか、または預け入れをすればいいのかというのは違ってきます。ですから、その時その時の景気経済を見ていくさまざまな指標についても学習をしていきます。そして、下の段の真ん中、タックスプランニング、これはタックス、税金の知識です。3級では所得税を中心に、2級では、所得税、だけではなく法人税なども学習をしていきます。個人の方であれば、収入があれば、所得税、そして住民税は支払う必要がある。で、まあ、会社にお勤めの方というのは、こういった所得税、住民税などの税金、これは会社で、行ってくれるんですね。給与天引きで支払っている。ですから、意外とじゃあ所得税ってどうやって、計算をするのっていう、知らない方が多いんです。でも、それを知っておくことによって、場合によって払いすぎた税金があったら、自分で確定申告をすることで、その税金を取り戻せる、還付を受けることができる、そういったこともあるかもしれない。または上手な節税の方法なども分かってくる、そういう科目です。そして不動産ですけれども、これは不動産に関するさまざまな知識、マイホームを購入するという時に、まあ、自分が購入した土地にマイホームを購入する、さまざまな、建築基準法ですとか規制があります。または、不動産を購入する、売却する、そして保有している間も、かかってくる税金、があるんですね。この不動産の科目では、不動産の見方、それからさまざまな不動産関係の法律、そして不動産にまつわる、税金の知識などを学習をしていきます。そして相続事業承継ですけれども、これは、まあ、人は必ず、まあ、死亡する、その時に、その方の財産を次の世代に引き継いでいく、これが相続です。まあ、人は必ず生涯に2回、相続に、まあ、遭遇する。で、相続、その方の資産を引き継ぐ、誰が引き継ぐことができるのか、まあ、相続人になれるのは誰か、そして相続税はどのくらいかかるのか、これは民法ですとか相続税法で決まっているんですね。で、まあ、相続税対策をしたいという時に、その方が亡くなってからできることというのは限られています。あらかじめ、きちんと、まあ、相続が発生した時に、相続人同士で争いにならないような相続対策をしていく、また、相続税対策をしていく、そういったことを学習する、これが相続事業承継の科目です。で、まあ、FP の資格というのは、このように、まあ、日常生活にも非常に役立つ、生活にまつわるお金の知識を学習していくという資格なんですね。これが、まあ、FP の資格が他の資格とは全く違うということなんです。ですから皆さんが、レックで、こう FP の講義を、聞いていただくたびにですね、もう勉強するごとに、日常生活ですぐにも役に立てることができる、そういった知識を、学習していくことになります。はい、それではレジュメの5ページを開いていただけますでしょうか。まあ、FP 試験の概要を、見ていきたいと思います。で、2級、試験の概要とありますけれども、2級試験、それから3級、試験も同じです。試験は、学科試験と実技試験、この2つからなっています。で、まあ、それぞれ合否は判定されます。で、学科試験も実技試験も、6割の、正解で合格となります。で、学科試験と実技試験はそれぞれ別々に合否を判定します。
そして、学科と実技両方合格して、そして初めて、3級 FP 技能士なり2級 FP 技能士の資格を取得できるということになります。で、FP の試験は、3級2級ともに、年3回あるんですね。1月5月9月、この3回、試験があります。ですから、万が一ですけれども、学科試験実技試験、いずれか片方しか合格、しなかったという時は、合格したという、その権利ですけれども、2年ないし3年、翌々年度末まで、権利があります。ですから、次の試験でですね、ダメだった方の試験を受けて合格をすれば、それで、学科と実技が揃って、3級なり、2級 FP 技能士ということになります。で、学科試験2級は4種択一、ですけれども、3級の方は、60問のうち前半30問が丸×後半30問が3種択一で、実技の方、3級ではマークシートです。2級ですと、4種択一ですとか記述式の試験になります。で、この記述式ということですけれども、計算問題、などそれから、例えば源泉徴収票ですとか、会社式法の読み取り問題、などがあります。計算してその答えを書くですとか、それから、空欄に当てはまる言葉を選んでその記号を書くですとか、そういった形の記述式ですので論述ではありません。ですから学科試験の知識が十分にあれば、実技試験は、少し応用力を働かせて合格をすることができるといった試験になっています。で、FP の試験ですけれども、近年の傾向として、やはり、だんだん少しずつ、難易度は上がってきているという傾向はあります。ですから、3級も2級も、しっかり学習をして受験をするということは必要です。ただ FP というのは、日常生活に役立つ知識を勉強するということですので、落とすための試験ではないんです。ですから、きちんと時間をとって学習をすることによって、十分に、合格ができる、実力が身についていくと思います。2級の合格率ということでは、学科試験と実技試験、別々に、これ、折れ線グラフで書いてありますけれども、6割の正解で合格ですので、その時、どういった問題が出題されるのか、たまにですね1問2問難しい問題が出題されることもあります。そういう時はちょっと合格率が下がるということもありますけれども、だいたい 40% を、少し、実技試験の方が、結構合格率が高いんですね。で、学科と実技、両方受けて両方受かる方、40% 前後の合格率ということになります。はい。ですから、3級だけではなく、2級 FP 技能検定もしっかり学習することによって、十分、合格ラインに達する、そういった試験になっています。それではレジュメの5ページの下の方、AFP 認定研修とは、ここを見ていきましょう。で、この認定研修というのは、2級 FP 技能検定の受験要件にもなる、そして、2級合格後 AFP に登録をする、その際の要件にもなる、これが認定研修です。で、レックの講座を受講するということですけれども、この講座では、2級 FP 技能検定合格に向けてのさまざまな学習をしていきます。それに加えて、提案書というものを作成します。この提案書を作成をして、提出、そして合格をすることによって認定研修が終了ということになります。で、この提案書って何かと言いますと、提案書というのは、もう実務家の FP にとってはまさに商売道具とも言えるものです。
顧客に対してアドバイスをする、それが FP の、まあ仕事ですけれども、その時に口頭でアドバイスをする、それだけではなく、提案書というFP が考えるプランニング、それをまあレポートのような形でまとめてお客様にお渡しをするということが多いんですね。その提案書を作成をして、まあ合格をする、これが認定研修終了の要件になっています。で、まあ課題の提案書ということになりますので、40代前後のご家族ですとか、60歳前後のこれから会社の定年を控えたご家族、ご夫婦ですとか、そういった方が相談に来たという、設定があります。収入はどのくらいですとか、支出はどのくらいですとか、貯金はどのくらいある、そういう設定があります。そしてそれに対して、アドバイスをしていく、これが提案書です。提案書の作成というのは、簡単ではありません。ただレックの講座では、講座内で、提案書作成講義という、講義があります。それを、視聴していただきまして、提案書の作成についてしっかり学習をする。また、提案者アドバイザーという詳細なテキストがありますので、それをご覧になって作成をしていただく。初学の方でも無理なく提案書を作成していただけることと思います。はい、それではレジュメの6ページを開いていただけますでしょうか。FP のこれからということですけれども、FP に関連する、仕事をしている方、金融機関に勤務をしているですとか、生命保険、損害保険などの保険関係の仕事をしている、それから、不動産関係の仕事なども含めまして、今も FP 資格というのは必須です。こういった方は、すぐにも FP 資格は取得していただきたいと思いますし、FP 資格を取得するということで、例えばこれから金融機関に就職をしたい、または、その FP に関連する業界に転職をしたいという場合にも、有利に進めていくことができます。で、そうやって、FP の知識を仕事の中で活かしていく。で、そうやって経験を積むことによって、将来、FP として独立をすることもできる。で、独立をする、その場合は FP の資格だけではなく、自分の得意分野ですね、それを持つということも重要です。例えば、年金に強い FP ということであれば、社会保険労務士の資格も合わせて取得する。税金に強い FP ということであれば、税理士の資格、あとは、宅建士ですとか、それから、行政書士、こういった、FP と関連の深い、資格を、合わせて取得するということも、仕事をするにあたっては、非常に有効です。またはすでに、社会保険労務士ですとか税理士の資格を持っているという方、は FP の資格を取得することによって、さらに幅広い、周辺の知識まで学習をすることができる。顧客に対してより包括的なアドバイスをすることができるようになります。また、保険会社で仕事をしているということであれば、その保険に関する知識を生かしてですね、実務的な知識を生かして FP として独立をして仕事をしていくということができます。で、FP で学習する範囲というのは非常に幅広いんですけれども、やはりその中で得意分野というのを作っていく。で、一人の顧客に対してアドバイスをするというのは、幅広くその方の人生全般に対してアドバイスをしていくわけですから、ですから、得意分野が違う、そういった FP 同士でネットワークを組んで、アドバイスをするということもあります。ですから、FP で、仕事が、取れる FP というのは、
やはりまあネットワークがある FP、まあご自分の専門知識というのは必要ですけれども、それに加えてネットワークを作っていくことによって、より幅広い仕事をすることができるということも言えます。はい、それでは7ページを開いていただけますでしょうか。時代が FP を求めている、なんてありますけれども、現代は自己責任の、時代、なんて言われていますけれども、自己責任というのは、自分の責任で資産運用をする、投資をするということだけではなく、自分の将来にわたって、経済的な、ところ、これは、自分できちんと計画を立てて責任を持ってやっていかなくてはならない、このような時代になったということが言えます。ですからその中でやはり、仕事には関係ないという方でもお金の知識というのは非常に必要とされています。で、自分で FP の資格を取得することによって、自分が生涯にわたって経済的に安定を、した生活をしていくことができる、これが FP の資格でもあります。またその FP の資格を使って仕事に生かすことができる。ですからこのかなり不確実性が増している今の状況では、 FP で学習する知識というのは皆さん必ずやもう生活上仕事上生かしていただけることと思います。で、3級 FP 技能士、それから2級 FP 技能士、仕事で使うという方は、少なくとも2級 FP 技能士まではお勧めはしたいと思います。FP の資格を保有しているという方は、もう30万人ですとか40万人いると言われています。ですから、皆さんも、今、FP について興味を持っていただいた、この今ですね、すぐに学習を始めて、早く FP の資格を取得して、そして FP として活躍をしていただきたいと思います。で、将来、ですけれども、さらに上級の資格、CFP 資格ですとか1級 FP 技能士、ぜひ、上級の資格まで、チャレンジしていただければと思います。レックの FP 講座を受講していただくことによって、皆さん無理なく、FP 資格を取得できることと思います。ぜひ一緒に、FP 資格取得のために、頑張っていきましょう。はい、それでは今日私からは以上で終わりになります。皆さんお疲れ様でした。